ゆなさんにもある？これは苦手って食べ物。猫にとってのチョコは苦手とかそういうレベルじゃないもんね。あゆなさん、おはよう。おはよう。朝早くからあゆなさんのお顔が見られて今日はラッキーです。よかった、そういう風に言ってもらえて。何かいいことあるかも。にゃふふ、それ笑い方。あゆなさんの今日がいい日になりますようにです。ありがとう。やったー、またあゆなさんに会えた。何回もお顔を見られて。この辺からはあれなんやね、決まった言葉なんやね。ミルクたちのお顔もいっぱい見てください。今日は何をしましょう。とりあえず今日はどうしようかな。久々にちょっと釣り行こうかなって思うようやけどね。しばらく釣りをちょっとやってなかったけん、お出かけで。よし、お魚ハンター。さあどうしようかな。とりあえずこれで釣れる魚がまだ一個も釣れてない。餌が何かよくわからんけど食いついてる。はい、来たー。ペイは、お、ぴったり。すごいです。いいね、いいね。アユや、アユ。よし、あと3種類やね。行こう行こう。なんなんやろこれ、餌がよくわからんのやけど。来い。今です。はい。お、ぴったり。あ、ぴったりになったら釣り上げれるってことなんかな。お、土壌。さあ、あと2種類かな。よし、来い。いいの、来い。食いついてます、はい、お、一発。10点。なになに。お、来いや、来い。あと1種類。なになになに、なんかレベルアップした。はい、あと1種類。さあ来いよ来いよ。魚影では何かがよくわからんっていうのがね、ちょっと。お、あ、一応あっこに触れたら金魚。金魚や、金魚でかくね、金魚。金魚でかくね。まあでもすごいいい感じ。あとのは、あとのはとりあえずまだなんよね。じゃあこの辺でさ、金のやつを引き上げてちょっとお金を。はっ、一発。よっさ。イエーイ、金のエイ。これってさ、コンペイトーのは必ず金のやつが釣れるってことよね。めっちゃいいやんね。超絶いいやんね。暇だ。はい、オッケー。取ったぞ。ナイスナイス、いい感じやん。ベスト記録も更新されていくし。じゃあお魚ハンターレベルを結構上げていきたいなって思うんやけど、やっぱ金のを釣った方がハンターレベルは上がるんかな。やった、イエーイ。あ、くそ、更新されない。でもあとちょっとでお魚ハンターレベル上がるよ。いい感じやん。まあ、コンペイトーもいっぱいあるしね。まあ、でもこの辺は、じゃガーデニングにも使うけんどうなんかなって感じはするけど。えいばっかりやね。なんかあれや、サメが全然釣れない。お、お魚ハンターレベルアップ。やったね。とりあえずこんなもんかな。うん。魚ハンターレベルも3になったことやし。さあ次は、次はちょっと水やりをしたいけん、カルタで1回戦だよ。はい、1回戦。ローソン東京。もうちょっと足掛けに行くとこやった。足掛け。2回戦です。はい、来い来い来い。面白いあの人。はい、かっきゃーえっきゃー。ちょ、みんななんか早くなってきてない？早いです。イエーイ。3回戦です。は
いはい、ブラブラとラブラブがちょっと紛らわしい感じやね。ブラブラ、うわ、ぶねラブラブ、あは、取られたのか今の。大きな声で歌う。喧嘩早いです。刃物買ってほしいもの、くそー。お醤油。はるか遊び楽しかったです。よかった、いつもこれちょっと負けそうになるんよね。はるかやりたいさあこれでとりあえずお水とサンゴゲット。オッケー。さあちょっとガーデニングを。そうよ、新しい鉢を買ったけんさ、これ何が咲くんかめっちゃ楽しみ。なんかキノコみたいなの生えてきたんやけど、あれキノコやキノコ。さあどうなる。なんかいつまでも変わらんくない、あのキノコ。成長しよるちゃんとあ、成長した、かわいい。ってことで今回は新しく2種類のが手に入ったわけやね。赤ずきんキノコの種、赤ずきんキノコやって、かわいい。そしてピンポンマムの種。ピンポンマム、何それ、初めて聞いた、かわいい。そしてポインセチア。あー、ここもポインセチアか。あのこっちのさ低い確率の方ができるかなってちょっと思ったのに、でも何回も繰り返しよったらパーセンテージ上がってくるんやね。ってことやからここに、はい、丸いの、丸いの、んでここに、ちょっと待って、鉢を変えて、あーどうしよっかな、エレガント鉢、ちょエレガントでいこう。でかいなでかいな、めちゃくちゃ。さあじゃあここもう 5% のやつができたんやね、すごい。ということやけん、ここちょっと、どうしよっかな。はい、あーカントリー鉢、ちょっと待って、もう一回これで、ううどうしよう、これでいいや。はい、でここに丸、よし、 OK。 はい、収穫してこ、収穫してこ、コンペイトー3個、お、もう収穫しとる。四角い種3個 OK。 それじゃあちょっとエピソード見てこ。エピソードがどんどん溜まってくけんね。やっぱりあれだよね。なになに。やっぱりあれだと思います。何をあれって。美味しそうなものってついついパクってしちゃうけど、つまみ食い、あれだけはダメです。何、気になるんやけど、何がダメなの。あ、あゆなさん、そういえばあゆなさんにはまだしてなかったです。ふんふん、してして、今から話しちゃっていいよね。だってあゆなさんは家族だもん。ふんふん、はいです、家族にはお話しするです。聞かせて、聞かせて。あのね、耳貸して。ちょっとね、人間にはびっくりのことよ。猫はね、チョコが食べられないんです。あー、知ってる知ってる。あゆなさん、犬もそうよね。なんか毒なんよね。知ってたよ。さすがあゆなさん。甘くて美味しそうですけど、猫には絶対ちゃんとそういう正しい知識も教えてくれるんやね。猫とチョコ、名前は似てるけど、似とるかな。本当に本当にダメなのよ。全然似とると思わんけど。あゆなさんはどうです。あゆなさんにもある、これは苦手って。猫にとってのチョコは苦手とかそういうレベルじゃないもんね人間で、あのアレルギー反応が出る食べ物みたいな感じやん。あるよ。苦手な食べ物教えてくれる。苦手な食べ物だらけなんよね。特にっていうと何やろう、苦手な食べ物、苦手な食べ物、あれだな、グリーンピースとか。私ほんと無理なんよね。いや別にさ、あれなんよ、ごまかして食べたりとかはできるよ。その小さい頃みたいに
本当になんかこれ食べれんけん、あ、B じゃない本当にこれ食べれんけん残すとかそういうのはまあそうそうないけど、何かしらごまかして食べれるけど出されたら。どうしても苦手な食べ物ってあるです。苦手なのは仕方ないと思うのよ。苦手は一緒に食べてもやっぱり苦手かもしれないので無理はダメダメです。それにまあ栄養がどうのこうのって言うけど、別にさそれでしかその栄養取れんわけじゃないけん、自分の好きなものでその栄養を補えばよくねって思うよね最近面白いなことがいっぱいよね例えばあゆなさんのおかげでできることが増えてるからです。ほうほう、よかった。どういうことが具体的にできるようになったんやろ。ありがとう。いえ、こちらこそ。これをプレゼントしたいです。なになに、またしてもプレゼントめっちゃもらう。お菓子のシールをもらいました。なにかわいい、嬉しい。普通に手紙とかにペタペタ貼りたい感じやね。ミルクたちが2人で集めたシールです。集めた？どうやって？落ちてたの？どうやって集めたの？片揚げポテトのおまけのシールなのマジでそういう感じ、かわいいシールだからずっと大事に集めてたんです。なんか小学生ぐらいの時ってさ、私シール帳とかめっちゃ何冊も持っとって、次はめっちゃ集めまくっとった。シールが出るかなって楽しみに集めたシールだけど、あゆなさんにプレゼントします。なるほど、ありがとう。このかわいいシールを使うとき桃たちのこと思い出してくれたら幸せな。幸せな。なんかくれるものがすべて可愛いよねさあそれじゃあ、はい、私からもお礼に木琴をプレゼントしよう。木琴をプレゼントしました。木琴です。お、知ってる？叩くと音が出る。これで何しよう？演奏してみて。演奏。叩いて遊ぶ。演奏する。木琴で演奏するですね。何を演奏しましょうか？とりあえずドレミの歌とか。よく聞く曲とか。どう？いいですね。できるか。やってみるです。何の曲聞くの？二人とも。楽しそう。綺麗な音に癒されるです。あゆなさん、ありがとう。いえいえ、ありがとうです。大事に遊ぶです。私は音楽会とかは楽器を選べって言われたら必ず木琴鉄琴やったけんね。楽しいけんぜひぜひ使ってね。さあちょっとまた新たに今度渡す用に買ってきとこうっとプレゼント。さあここで猫じゃらし。今さら猫じゃらしって感じやけどねまあ、とりあえず買いまして、これそれぞれのおもちゃもあるんよね。これは多分それぞれの部屋に飾られるものやと思うんやけど、いいね。でまあとりあえずは2人用のやつを用意しておこう。釣り、ガーデニング釣り、あ、そういう感じ。なるほどね、ここで買えるんや。でまあ解放されてるやつしか買えんけん結局は同じってことなんやけどね。この辺は家族レベルが上がると買える。ファッションの方は解放条件みたいなの何も出てきてないんやね。はい、それじゃあそのうち海にも行けるようになるのか。いいな、いいなてかそれぞれの部屋は別に特に何かがあるわけではない感じか。オッケー。さあということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もっともっと家族レベルをガンガン上げて、いろんなことをね、さらに解放していきたいなって思うね。